エアハルト・ミルヒ裁判の検察官たち。一番右はテリフォード・テイラーでその左がヘンリー・ティー・キング・ジュニアであり、テイラーからテーブルの向こうにいるのがクラーク・デニーである。エアハルト・ミルヒ裁判、または正式名称アメリカ合衆国対エアハルト・ミルヒは第二次世界大戦が終結した後に行われたニュルンベルク継続裁判の2件目である。ニュルンベルク継続裁判は ニュルンベルク継続裁判で裁かれなかった戦犯を裁き合計で12件行われた。これら12件は全て国際軍事裁判所ではなくアメリカ合衆国軍事裁判所で行われたが実際の場所は同じくニュルンベルク裁判所だった。エアハルト・ミルヒ裁判では元ドイツ国防軍空軍元帥エアハルト・ミルヒが 通例の戦争犯罪と人道に対する罪で起訴され、起訴状は1946年11月14日に出された。裁判官の一人であるマイケル・ムズマンノは、ミルヒの権威を下記のように外術した。強制労働を含むクワダテにおいて、主犯と重犯として、戦争犯罪を意に行った疑い。並びに戦争捕虜を国際監修と戦争の、 国際法と監修に違反して扱うことを恋に行った、行い。被験者の同意を得ずに行う致命的な医学実験の、くわだてであると知りながら関与した疑い。上記と同じ強制労働と致命的な医学実験の疑いであるが、被害者が、ドイツ国民、または、他国民と宣言された場合。エアハルト・ミルヒ裁判の判事は、ミシガン州デトロイト出身のロバート・エム・トムズ。 ノースカロライナ州出身のフィッツロイドナルド・フィリップス、ペンシルベニア州ピッツバーグ出身のマイケル・ムズマンのアラバマ州出身のジョン・ジェイ・スパイトだった。主席検事はテリフォード・テイラーで、主席検察官はクラーク・デニーだった。補佐検事はジェームズ・エス・コンウェイ、ドロシー・エム・ハント、ヘンリー・ティー・キング・ジュニア、レイモンド・ジェイ・マク・マオン・ジュニア、モーリス・シー・マイヤーズだった。弁護士は フリードリヒ・ベルゴルトとベルナー・ミルヒだった。ミルヒは1946年12月20日にすべての告発に対し無罪を主張した。裁判は1947年1月2日から4月17日まで行われ、結果は1つ目と3つ目の告発が有罪、2つ目が無罪となった。4月17日に終身禁錮刑の判決を受け、 ミュンヘン近くのレブドルフ刑務所に収監された。1951年、ジョン・ジェマック・ロイによって、懲役15年に減刑され、1954年6月に仮釈放された。ミルヒは留置されていた最中に、合衆国際公裁判所に人身保護令状を求める許可を求めたが、裁判所に4対4で拒否された。この時、ジャクソン判事は、 ニュルンベルク裁判で検事を務めたため忌避し、JJ ブラック、ダグラス、マーフィー、ラトリッチが本格的審理に賛成した。ありがとうございます。